起立気をつけ、こんにちは、月のミトです。鬼ヶ島に行ってまいりました。鬼ヶ島といえば、あの日本一バズった動画桃太郎に出てくる架空の島なんですけれども、日本に実際鬼ヶ島ってあるのご存知ですか？それがこちらです。ここに巨大な洞窟がありまして、そこに昔鬼が住んでたっていう言い伝えがあるんですよね。まあ鬼ヶ島があるのご存知ですか？とか言っといてあれなんですけど、この島ちゃんと正式名称ありまして、その名をネギ島と言います。香川から船が出てて1時間ほどでたどり着くことができる島なんですよね。で、私は語学友4人とそこに行ってまいりました。洞窟はもう完全に桃太郎推し、鬼推しって感じで、中はすっごい天井が低くって、ま、逆にテンション上がりましたよね。大量の鬼瓦があったりとか、宝箱があったり、囚われてる女性がいたり、ラスボスみたいにでかい鬼いたり、ガチのコウモリが中飛んでたりとか、かなり見どころ満載ですごい面白かったです。出口には桃太郎もいて、なんか鬼と話してる場面から、最後なんか笑顔で手を取り合ってる場面みたいなのに移行したんで、多分あとは流れでお願いします的な展開があったのかなと私は踏んでいます。で、事件は洞窟へ向かう道中だったんですけど、メギ島がですね、ちょうど休日で人が込み込みのタイミングで、島についてまずバスに乗って大洞窟向かうんですよ。語学友4人全員席が離れ離れになりまして、語学友の何人かは、真ん中の補助席に乗ったりとかしましてね。私の隣には見知らぬ男性がすでに座ってまして、バスがなかなか発車しないっていうタイミングで、なんか横から、なんか聞こえるんですよね。早く発車しろよ、普通やな。バカ野郎。ん？って思いつつも、バスは発車したわけなんですよね。そこから隣の男性の独り言マジでやまなくて、前に走ってる自転車があれば、邪魔んだよだけバカロだよ。おい、邪魔。邪魔みたいな、なんかそういうなんだろう、ボソボソ罵倒みたいなのが絶えず聞こえてくる状況でして、早く着かないかな、みたいな思ってたんですよ。そしたら、まあ、ガチの事故なんですけど、そのバス山の狭い一本道走ってて、何を間違えたのか、曲がりカーブ越しに真向かいから別のバスが走ってきたんですよね。道の広さ的に車が2つ通れるようなとこじゃなくって、もう完全に正面衝突しまーすっていう感じでした。で、そこからもう急ブレーキがかかって、補助席に座ってた語学友が後ろの語学友まで吹っ飛んで、乗客が悲鳴上げてみたいな、私もマジでここで死にたくはないっていう思いでいっぱいだったんですけど、幸いにもね、お互いのバスのブレーキが間に合って正面衝突はせずに済んだんですけど、かなり危ない状況でしたね。ちなみにその時ばかりは隣の男性は静かでした。そこからは曲がり角のかろうじて2台通れるぐらいのスペースまで、こっちは発車して向こうはバックして、で無事すんごいゆっくりすれ違うみたいなことで危機を回避したんですけど、もしこの私の乗ってるバスがもっと曲がり角の近くを走ってるところに向こうが現れたらとか、ブレーキのタイミングずれてたらとか考えたら、まあだいぶ死の瀬戸際だなという感じでした。これマジであったことなんで、もう乗客的に対策のしようないと思うんですけど、気をつけてください。で、実はまあ一番お話ししたいことがここからありまして、私この動画である呼びかけをしたくて収録をしてます。ちょっと説明しますね。メギ島はですね、大洞窟以外にもアート的な展示たくさん行ってて、その中で私たちが行ったのが元メギ島小学校です。元って名前がつく通り廃校なんですよ。今はすんごいビビッドな装飾が施されてて、ここもアート施設の一つになってるんですよね。中にすんごい装飾の小屋みたいなのがあって、まあ迫力ありましたね。夜見たらどうなるんだろうって気になりました。そこで語学友の一人がね、ある一言を言ったんですよ。メギ島小学校の校歌、鬼ヶ島って入ってるのかなって言ったんですよね。校歌といえば、その学校の周りの特徴はもうノルマのごとく湯で有名じゃないですか。海に面してる学校であればほぼ 100% の確率で、広い海、母なる海みたいな言葉入ってて、山に面してればほぼ 100% 高い山、豊かな自然的な言葉入ってるじゃないですか。歌詞に鬼ヶ島って単語が入ってる歌って、まあ、桃太郎の公式イメソンしかないかなと思ってたんですけど、この学校の効果に関しては、かなりの確率で入ってるんじゃないかっていう話になったんですよね。聞きたい。歌詞に鬼ヶ島って入ってる効果。聞きたい。この気持ちが我々4人を突き動かしまして、もうあらゆる文献をネットで探したんですが、どこにもメギ島小学校の歌詞確認できませんでした。そのね、アート施設の受付の方にも、ま、聞いたんですよね。この学校の校歌の歌詞知ってますかって。でも、
その職員さん別にその小学校の卒業生ってわけじゃなくてご存じなくて、しばらくしたら職員さんがおもむろに携帯を取り出して、島の役所かなんかに親切心で電話かけてくださいまして、効果について質問してるのが聞こえた時はマジで申し訳ないやら恥ずかしいやらみたいな気持ちになったんですけど、なんとそれでも判明しませんでした。普通体育館とかに効果って貼ってあると思うんですけど、そこは立ち入り禁止だったんですよね。その後島の案内所まで行って、またあの職員さんに質問しましてですね、その方もご存知ありませんでした。もう好奇心収まらなくて、その効果に入ってる単語の予想をいたしました。マジでビンゴ作れるぐらいの単語候補を出したんで、せっかくならビンゴの形にして発表したいと思います。中央に一番ありそうな鬼入れます。瀬戸内海に面してるんで瀬戸入れます。桃太郎にまつわる単語は出てくると思うんで、多分仲間って出てくると思うんですよね。仲間と一緒にみたいなね。あとまあワンチャン退治、これは鬼とセットで出てくるんじゃないかな。鬼退治とか典型的なところで空、海、あと母なる島なんでね、島々あるんじゃないかな。大穴でどんぶらこ入れましょう。でこのビンゴなんですが、なんと一つも穴が開いておりません。なぜならまだ女木島小学校の効果判明していないからです。私がなぜこの動画をアップしたかもうお分かりですね。女木島小学校卒業生の皆さん聞いてますか？お願いします。私に、我々に、女木島小学校の校歌、教えてください！この小学校ね、受付の方によれば約18年前に廃校になってしまったということなんで、少なくとも24歳以上の方が、ここの卒業生だということになると思うんですけど、もし、女木島小学校の卒業生、あるいは元教員のリスナーさんがおりましたら、ぜひ、YouTube コメント欄に、私、卒業したよみたいな連絡をください。本当に気になってるんです。ずっとそのモヤモヤを抱えたまま鬼ヶ島来訪以降の人生過ごしてます。それをお伝えしたくてこの動画を撮らせていただきました。本当にどうぞよろしくお願いいたします。今後の人生ずっと女木島小学校の効果を知らない人生になるなんてマジで嫌なんです。それが言いたくてこの動画を提出いたしました。あとね、それ以外に目的言うとすれば、私たち以外にこのモヤモヤを植え付けたい、そういう気持ちです。届きましたね、この声。気をつけ、着席以上、月の水戸がお送りいたしました。本当にお願いします。